ーナー少し出しますので、はい、はい、お願いします。ズーランドハートバトンリレー。ペットの幸せは私たち飼い主の幸せ。動物をこよなく愛する出演者たちがつなぐリンクなのか。クリスタルのハートバトンリレー受け取ってくださいね。さあ2015年今年最後になります。12回目のゲストさんです。ドッグトレーナーの三谷育子さんです。こんにちは。こんにちは。初めまして、よろしくお願いいたします。初めまして、三谷です。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくです。初めてじゃない、トレーナーさん。そうですね。そうだね、うん、あの私たちも一応なんかそういう仕事をしてるから今日はみんなでそういう話になるかな。ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、前回のパク先生からですね、ご紹介をいただきまして、はい、助研協会のね、はい、三谷先生お越しいただいたんですが、はい、先生のことを少しお聞かせください、はい、どんなお仕事なさっていて、どんな活動なさっているのか。はい、はい、出張で犬のしつけを特にやっております、うん、あの飼い主さんと一緒に遺伝子もうする方法をとってますね。はい、でね、私実は先生初めましてじゃないのよ。あ、そうなんですね。そうなんです、ね、で何のとこで会ったかっていうと、はい、うん、あの江東区のインドの森、インドの森でね、うん、実はしつけ教室をねなさってらっしゃって、はい、ね、うん、そこであのこの間遊びに行った時に、フランとでうちの子に連れて行って、そうそう、その時先生いらっしゃってね、レッスンなさってんの、はい、お会いして、縁があってやっぱりインドの森の方に行っていて、その時お会いしてるんですね。そうなんです、はい、なんです。遊びにいらしていただいて、ね、はい、もあの都心なんだけど本当に広いスペースがあって、ワンちゃんね、はい、楽しいですよね。そうですね。タラミさんからもくれぐれもよろしくということを受けたまっております皆さんお仲間だからね、うん、スタッフの皆さんもワンちゃん好きで、うん、とってもそうなんですね、はい、雰囲気のいいドッグランだと思います、ね、遊びに来ていただきたいです ね、はい、そうですね。週末だけの開催なんですけど ね、はい、ね、ぜひ見てくださいませ、はい、インドの森で検索するとヒットすると思います、はい、さあ、じゃあ今日はね、いっぱい実は伝えたいことがあって、あの打ち合わせもだいぶ話しましたよね。そうですねもう話し切っちゃった感じ。ちょっと話し切れなかったかなっていうね、あのね、面白いの先生ってね、まあ、トレーナーさんなんだけど、なんでこの仕事についてらっしゃるかっていうのを聞いても、うん、私おかしくても楽屋ですごい笑っちゃったんだけど、ぜひ皆さんにも教えて差し上げてください。あ、ね、まあ、トレーナーになったきっかけはもともと犬が好きだったんですけれども、あのテレビなんです、実は。テレビ知ってる？何、あの影響を受けた、ね、番組があるんだって、先生がケースゲンカール。そうなんです。あ、じゃあ同年代どうですか。C ね、生放送だ、内緒内緒って、はい、でも分かります、私もそうですもん。もうすっごく憧れたのと、そのシェパード犬がかっこよく動くところがたまらなかったんですよ ね、でも現実は違いましたけど、で小さい頃からね、ワンちゃん、近所のワンちゃんとこに遊びに行ってね、はい、噛まれても噛まれてもダメだったそうです。変わった子供だと思われてたみたいですよ普通は怖がるじゃない、でも全然へっちゃらだったんだって。好きじゃないとですよね。そうですね。でも現実はもう汚い仕事ばかりですから、動物ですから。朝早く起きて、夜遅く終わって、病気の犬を介護して、子犬の世話をして、結構大変でしたけど、楽しかったですね、でも。やっぱり好きでないと本当に続けられないですよね。そうですね。はい。まあ、そんな、ね、幼少時代を過ごし、訓練さんになって、でお仕事をしていく中で、まあ、先生があの仕事の中で感じてらっしゃる本当に犬との暮らしの中でね、大事だなって思うことを、はい、ポイントを挙げていただいていいですか、はい、うん、私も皆さんと同じように愛犬家なんですよね、うん、で一番が好きなんですよ自分の子が、はい、ね、本当も可愛い、好きなんですよね。だからその自分の犬と楽しい生活を送りたいわけです、はい、旅行も好きですし、はい、まあ、今年は念願も叶って去年今年とその世界大会に行って自分の犬も行きましたし、すごい、ね、後で引くからね、はい、そういう経験もしてその犬と楽しかったわけです、うん、車で移動するのもそうだったし、でもそうなるにはやっぱりしつけが一番大事で、そのしつけを基本のところも大事にしておけば応用でいくらでもまた違う部分で教えることもできますし、皆さんにぜひね、しつけを頑張ってやっていただけたらなと思います、はい、先
っき先生もおっしゃってたんだけどね、やっぱり飼い主さんと犬だから、うん、ね、うん、飼い主さん結構頑張らなくちゃいけないの本当は ね、 そうね、その必要性もね、うん、やっぱり分からないといけないと思うしね、はい、そうです ね、 ね、だからやっぱりその大切さをね、子犬の時からしっかりとね、しておけば怒られなくたって済んだ。そう、楽しいこといっぱい、いろんなことができるし、ね、そうなんですね、そう、生活に潤いがありますよね、はい、そうなの。あともう一つ先生すごく大事なことがあるってさっきおっしゃってたの、はい、コミュニケーションですね、うん、やっぱりこれは一番です、よく話しかけてあげて接してあげて、はい、うん、犬がどういうふうに思ってるのか見てあげるのも大事ですね、うん、だから、はい、ね、犬からしてみたらさ、なんだかよくわからない、なんか俺のこと全然分かってくんないって思えばふんってなるよね、うん、分かってくれないの怒ってばっかりと思ったら ね、 そうですね、やっぱりコミュニケーションを取れてると、うん、犬の体調の悪いのもすぐ分かりますし、ね、言葉は通じないんだけどコミュニケーションって言葉だけじゃないですもんね、はい、やっぱり自分の、ね、愛犬のことは自分が一番分かってあげてないと、そうですね、飼い主さんだからね、その子その子によってやっぱり性格も違うし、うん、持ったものも違いますから、うん、それを理解して買ってあげると失敗することはないですね、そういうことをもっとこう伝えてくださる場所が増えるといいですね、そうです ね、 ね、いいのの森でぜひそれを思ってます、だからそういう意味ではああいう場所があるって本当に素晴らしいですね、そうです ね、 ね、はい、ね、あのいいのの森の田上さんの行為で呼んでいただいて、うん、レッスンとかしてますけど、それ以外でもちょくちょく顔を出していらっしゃってるんですね、はい、うん、レッスンとは別に皆さんと交流を持つようにしてます、あ、そう、はい、今度クリスマス会もなんかあるってそういえばお知らせ来てたよ、あ、本当に、はい、ね、もういっぱいだそうで、あ、本当にランチは食べれますかって言ったら食べれませんって言われましたありませんって言われました残念ね、でもそういうなんかやっぱり楽しいからみんな集う、うん、ね、そうそうですね、楽しいことができるっていうのがね、そうそうそう、そういう場所がいっぱい増えていただけるとね、はい、本当にいいなというふうに思いますね、でさっきちょっとあの先生が世界大会ってほら、うん、フランス行ったっておっしゃってたでしょ、実はねいろんなことなさってるんだけど、あのさっき競技会の話ちょっと教えていただいていいですか、はい、あの、まあ、私はあの個人的にちょっと自分が楽しむというか、うん、その世界大会の科目というのがあるんですが、その科目っていうのがその世界基準なわけですね、うん、はい、FCI っていう大きな団体があって、その下にいるのが日本ではジャパンケネルクラブだったりするわけなんですが、うん、でその世界大会に来るにはその5と代表で選出されるんですけども、年に1回あるわけですね、でそのそれに出すようになるまでは3年から4年かかるんですよ、犬を仕上げるのに、子犬から育てて、その選考会に通ってっていう、私3頭目でやっと行けました、そんなに、はい、まあでもそうだよな、世界的なもんね、はい、はい、でも基本はそのドッグスポーツなので、はい、3種目やるんですが、この足跡の匂いを1時間後に追うという作業であったり、あと前皆さんがしつけでされるね、その横について歩くとか、うん、待てとか呼ばれたら来るとか、そういうのが競技形式になっている場合と、うん、でもう一つは、まあ、あのプロテクションっていうこういう袖や中にはめて、うん、それを噛むっていう、それがドッグスポーツとしてなってるんですよ、うん、ヨーロッパとか世界各国で、うん、だけど、まあ、そういう作業をするからといって人に危害加えるようなのはダメなんですよ、うん、はい、ちゃんと誰とでも接することができてって、うん、はい、やることは一緒なんですよね、そういう競技に出る子でも、無礼犬でもね、はい、すごい、それがドッグスポーツになってるっていうことが、うん、はい、びっくり、うん、ね、なんか日本だとまだまだ本当と、ね、トレーニングしつけ、まあ、訓練なんかっていうとすごくハードルが高く感じる飼い主さんが多いようで、うん、うちの子はいいわ、大丈夫だわって言って、うん、そうそうそう、ね、あの大事なチャンスを逸してしまう子も多いので、はい、ね、楽しくやっぱり学べる場所がね、増えるといいですね、うん、はい、今はあのドッグスポーツもたくさんありますよね、走り競技があってみたり、はい、それオビディエンス競技があってみたり、うん、フライボールがあったりで、さっき先生も言ってたんだけど、はい、私は K9 やってんだよって言って、そうね、それはいいねって言ってはい、とってもいいと思うんですよ、楽しいよね、そうです、
自分の愛犬と楽しめるのが一番です。本当そう思います。何よりもですね、はい、私は楽しんでるのでぜひ皆さんにも楽しんでもらえたらと思いますけど、本当ですね、はい、すごい気持ち本当に。そう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 、うん、やっぱりそこがあの根本にないとね、うん、犬を愛する気持ちがないとできないよね、うん、あ素晴らしい。競技会は今年はもう終わられたんですか？終わりました。あそうなんだ、はい、楽しんできました。よかったよかった。フィンランドを、うん、寒いよねフィンランドとかって。スイスは朝晩がものすごく寒くて、うん、日中は T シャツじゃないと無理だったんですよ。そうなんですか。暑くて T シャツでやったんですね。ゼッケンだけ、ゼッケンの T シャツで。わあ、フィンランドに行ったらもう寒くてとても。そう。まあコートを持って行ってましたけども、寒いって聞いていたので、でも犬は元気ですよね。そうですね。もう暑いところから涼しいところに来たので。もうとっても元気でした。はい、寒いの慣れてらっしゃるんだって、さっきもなんかおっしゃったんですね。暖房、犬のために暖房使わないんで私。ねえ、はい、愛犬家だから。うん、そうですね、好きが基準なので。うん、そうですよね、はい、素晴らしい、ね。じゃあ本当にね、いっぱいお聞きしたいことたくさんあるんだけど、ちょっと私これ興味深くてね、先生にもさっきお聞きしてたんだけど、海外から見た日本の例えばその今の犬と飼い主さんの状況みたいなこと、ペット業界のことでもいいですけど、どんな風に見えてるのかなと思って、海外に、ね、生産されてらっしゃるから、うん、遅れてるのか進んでるのか足りないのか。あの技術的な面は、うん、あのプロのトレーナーが向こうに行っても、うん、あの全然劣らないです。あただ、うん、飼育環境が全く違います。うん、なるほど。向こうはやっぱりそのあのトレーニングとか楽しむ、うん、あの環境が整ってますし、うん、どこ行っても、うん、はい、なんだっけ、あのパピーできたら必ずスイスなんか必ずパピーの会社に行かなきゃいけないんですよ、はい、そうですね、飼い主さんが勉強しないと飼えないんですよ、うん、そうなんだって、そうなってほしい、ね、あとやっぱり交流が、うん、あの何度かその向こうのヨーロッパの方たちの交流の中で、うん、あの日本人はすぐに犬に声をかけると、うん、例えば連れて歩いている犬に対して可愛いねって言ったりとか、うん、それはってその散歩を妨げていることだろうと、うん、あと座って待っている、せっかく座って待っているのに構ってみたり、うん、なんでそういうことをするんだと言ってましたよ、うん、だから、はい、そういうことなんだよね、はい、なぜそれがダメなのかっていうことをわからないんでしょうね、はい、犬はちゃんと待っているんだから、なぜそれを邪魔するのかっていうことです。そうですよね、すごい犬目線な刺激がね、はい、そうだよね、はい、わざわざそのしつけられている犬を壊すようなことしてるんじゃないのかって言われますね。なるほど、はい、どうしても人の感覚でその可愛いと可愛いって声もかけますし、近寄る方が圧倒的に多いですよね。はい、座って待ってるから、あ触らないでおこうとは思わないですよね。皆さんやっぱり大会の方は可愛いって寄ってってなれますね。そうですよね、はい、そういうなんか概念は本当になかったです。はい、そうですよね、だからそういうことも含めてですけど、まだまだ日本もやらなきゃいけないこといっぱいありますね。そうですね、はい、私が知ってる保護活動だってそうだもんね。え、本当はそんなことをなくていいものですもんね。うん、そうですね、本来ならね、はい、そうですよね。いやー、まだ私たち忙しいね、これから。ねえ、忙しいね。こといっぱい。先生も大忙しい。そうですね。もっともっとたくさんね、もっとたくさんの人に、はい、伝えていってほしいわ、ね。そんなに難しいって思わないで、気軽にね、うん、声かけてもらえたらと思うんですけど、ね、まずはいいのの森だよね。そうですね、定期的にレッスンに伺ってますし、はい、遊びにも私も寄らせていただいてるんで、あとトレーニングしたり、先生レッスン楽しそうですよね。そうですね、楽しんでますね。そうそう、あのすごく楽しそう、飼い主さんもすごく楽しそうでね、笑い声がいっぱい聞こえて、はい、ね、やっぱりあの指導する側としても、うん、楽しくなきゃ飼い主さんもできないので。そうですよね、はい、いろいろ私も勉強させていただいてます、うん、大事なとこですよね、はい、あいっぱい聞きたいことあるけど、あっという間に時間になっちゃったもん。ね、本当に大先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ね、最後にじゃあ一つお聞かせいただきたいんですが、はい、先生がこれから、まあ、犬のために何かこうしていきたいなって思ってることとか、はい、何かあればお聞かせいただけますか。目標みたいなものとか。
そうですね、うん、まあ、いろんな方との交流を持って、そういうかわいそうなね、ワンちゃんたちが増えないような活動をしたいとは思ってますね。もう本当にそう、蛇口を閉めるっていうのはとても大事なことですよね。だからしつけやなんかでも呼んでいただければ、あの行きたいと思いますし、協力もしたいと思ってますね。ありがとうございます。本当に心強い先生みたいな方がいてくださったらね、楽しみですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に先生から次の来月ですね、今度もう2016年になりますが、1月、バトンを受け取ってくださる方をご紹介ください。はい、あの昨日ですね、合同訓練会に私も参加してきたんですが、災害救助犬ネットワークの広報の小林さんという方をご紹介したいと思います。あのこの団体は全てもうトレーナーさんも含めアマチュアさんたちが自分の犬で一生懸命その救助犬を育てるのに一生懸命動かれてる方たちなので、ボランティアで、ボランティアなんですよね。はい、もう本当にボランティアでよく頑張られてるので、ぜひちょっと応援したいなと思いますし、まあ、救助犬のこの素晴らしさも伝わるといいかなって思います、あの何を隠そう、我がズーランドにはね、その救あの災害救助犬のドラマを書いた脚本家さんが、ね、岡本孝也さんという方がいらっしゃるので、はい、本当にびっくりしましたね。だから来月はぜひ岡本さんも一緒に、そうですね、お話していただいてお話を伺いたいと思いますのでね、はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。三谷先生、またぜひお会いしたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また呼んでください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バトンリレーでした。ありがとうございました。大丈夫でしたか？大丈夫、もちろん。お疲れ様でした。あれだもんな。初めて緊張しちゃった。